ロッテ2から3日本ハム1日ゾゾマリン日本ハムが土壇場の逆転劇で連敗を2で止めた1点を追う9回に4番マンナミ中正外野手23が同点の16号ソロ続く5番アリエルマルティネス捕手27が中越え13号ソロとマンマルホー、連弾で勝ち越した9回裏は 守護神の田中正義投手29が登板し2、2、3塁のピンチを招いたが無失点で抑えた新庄剛志監督51も選手の粘りに歓喜した野球ってこれがあるからたまらんっすねだから諦めれない本当に借金17今何十になろうが諦めきれないってことと 今固定し始めたメンバーがこういう接戦をものにできたってことは必ずこれからもあるってことだからまあここでねさよならで負けたとしてもこういう展開の試合を出ているメンバーが重ねていってこれを逆にしていく今日は逆にしていった第一歩これから逆転できるチームになっていけばすごい面白いファイターズになる負ければ 今期ワーストタイの借金18に戻るところだったが土俵際で踏ん張った私がまとめたネチズンのコメントは次のとおりですなんとなく日ハムが最後かつ予感してました今日の試合は負けたロッテが昨日までの日本ハムに似てる感じがしました何回もチャンス潰して追加点いらずだったのでこれはもしかしたらと思いました それにしても万波選手アリエル選手よく打ちましたリードされても中継ぎ投手の頑張りとかで1点1点取られないように諦めず1点1点積み重ねが大事だなーって思いました万波丸ちゃんが確かにヒーローなんだけど今日は野村が打ったことが大きい多分1枚足りなかったカードは野村なんじゃないかと思う清宮 万波まではかななり良いい状態になっているここに当初の予定通り野村が行ければ確実に点につながる今からでも頑張ってほしい今日も1点差で負けるのかって思ったけどマンチューアリエルが土壇場でよく打ってくれました磯畑のヒットが同点タイムリーにならなかった時は負けを覚悟したけど ロッテも再三チャンスを潰していたのでひょっとしたらと思ったけど加藤もロドリゲスもジャスティスもよく粘って投げてくれましたロッテとは悔しい試合ばっかりだったのでまずは明日勝ってカード勝ち越しを決めてほしい今シーズン数えきれないくらい一点差負けをしてきた一点差負けだから相手と差はないと思ってたけどそれは間違いだった 1> 1点差でで勝つののと負けるのでは大違い。これまでの日ハムなら今日も1点差負けしていた勝てたのはチームが成長したという証拠珍しくと言っては語弊があるけど良い試合だったね今日の打順も良かったと思う清まんまるのクリーンアップはもう勝ち固定で良い 6番 DH は一発の J と打撃職人軍事7番ショートは守備番長のハンセンと総合力の奈良間9番センターは磯畑と江越の競争センターはこの二人ではかなり足りないと思うが自称執念がヒットすら打てないのでやむを得ない1番は今のメンバーではコンスタントに打てる末号だろう最後2番はセカンド上川畑を置きたい セカンド守備は安心して見ていられるし2番打者に必要な器用さを兼ね備えているまあ良い打線になってきたので少し考えてみたが絶対にそうしないのも新庄ビッグボスだ万波君のホームランをロッテホーム解説実況の方が共感し絶賛していたのがとても嬉しかったですね初球外角ストレート空振りから始まった駆け引きがたまらなく好きだ 皆さんには悪いですがこういうことは数あるうちにはどんな球団にもあります勝利の時ほど浮かれないで明日からの戦いにじっくりと作戦を考えるべきそれは特に監督さんです日本シリーズで勝った時よりうれしとかあまり浮かれないことが大事です